マーカイ連投会を始めようか。そうだ、呼び出せ。ガーバー星雲、セル姫、いでよ。お久しぶりでございます。
者はもう何者だ。そうか、お一の方様以外は初めましてだったな。しからば名乗ろう。わしは黒魔術院参謀黒田官兵衛。黒武田と半兵衛と共に豊臣秀吉を支えた戦国最強の君主。そうか、貴様キリシタンだ。その通り、我らはゼウスに見放され、そして悪魔と結託した。いや、わしに限っては最初から悪魔と結ぶことが目的であったがな。その点向こうも最後まで迷っていたようだけど。黒魔術の君主は大奥のな進学して歯は捕らえられる。ガラシャ様はよく分かっておられる。サルより死んだ。ゲラの口を早く食べさせよ。サナタ大輔、すまぬすまぬ、お主を貶めるつもりはないわ。大輔の父と祖父は真田正幸、雪村希代の君子だからぞ。いや、仮の親の方ではない。あいつらは所詮田舎の戦地違いだ。わしと一緒にされてはわしが気の毒だ。わしが言っていいのは、その話はもうよい。早く用件を言え。はっはっは、そうかそうか、すまぬすまぬ。しからば、我らが勝った場合は鶴姫から王鵬に安房の記録を奪ってもらおう。何ということ。安房は今や黒魔術軍の侍大将。つまらぬしがらみは捨て去った方がいいように。それならば安房の鶴姫の記録を奪うのはよくないか。安房には自分で乗り越えてもらおう。アサギの血はいらぬ。アサギの血よりも鶴姫の記憶を奪う方が先決だ。何を考えておるのか。鶴姫、負けるでない。全ての条件が揃った。それでは戦ってもらおう。レムカ承知。それではこの3名のうち勝った者一人の願いを聞き届ける者とする。始める。
笑われしみなど払いしみなど。